鉄道車両のブレーキは、いかに安全に短距離で止まることができるかが勝負。列車が走っているエネルギーを奪う方法は、基本的に熱に変えて大気中に放出するというもの。セイリン紙を車輪やブレーキディスクに押し付けて、摩擦熱に変えて止める摩擦ブレーキが主体でした。この方式は原理上、車輪やセイリン紙の摩耗を伴い、摩擦による発熱で摩擦係数が減少しブレーキ力が落ちる問題があります。さらにこの熱で、車輪のタイヤが緩んで外れる危険性もはらんでいます。直流電化当初の板谷峠では、下り勾配の途中でブレーキを冷却するために長い時間停車したり、水をかけるような対策まで行われました。ディスクブレーキではこの緩みは発生しませんが、やはりブレーキディスクの損傷の危険にさらされます。電気車両が進歩すると、モーターを発電機として使い、発電することで列車の動きのエネルギーを奪う方法が登場。取り出した電気は、当初は抵抗器に流して熱に変えて大気中に放出していましたが、もったいないのでこの電気を再利用する工夫がいろいろなされました。板谷峠では早期に直流回生を実現。列車本数が少なく、他の列車の電力消費に依存できないため、変電所に水銀製流器によるインバーターを設置、基幹系統まで戻していました。もちろん、電力回生してもその電気は再利用先で熱に変わり、最終的には大気中に放出されます。電気ブレーキによって、ブレーキに伴うセイリン紙の摩耗は大きく減り、誘導電動機などの交流モーターを使用した交流機となると、摩耗する部分はほとんどないという、理想に近い状況。このような、セイリン紙による摩擦に依存しないブレーキにダイナミックブレーキと呼ばれるものがあります。動的制動装置という意味で、車輪が動いていればブレーキ力が発生する構造のブレーキの総称です。ブレーキ力が車輪の回転に依存するため、低速ではブレーキ力が落ちて、停止ブレーキには使えませんが、これが大きな利点をもたらす面もあります。車輪の回転数が減ったら自動的にブレーキ力が減るわけですから、ブレーキの効きすぎやレール面の湿りによる摩擦力低下で生じる滑走、つまりスリップを減らすことができます。滑走が起こると摩擦力が急減し、ブレーキの効きが極端に悪くなるため乗務員には忌み嫌われる現象で、車輪にはフラットと呼ばれる扁平な擦り傷ができ、車輪の寿命を短くしてしまいます。モーターがそのまま発電機となる電気車両では、このダイナミックブレーキが早い時期から積極的に活用されました。しかし、蒸気機関車や内燃機関車では、電気式駆動を使わない限りこの電気ブレーキが使えません。低速列車が多かった時代は問題となりませんでしたが、列車の高速化が進むにつれて、ブレーキ機器の保守にかかる手間と経費がかさばるようになり問題となってきました。通常の摩擦ブレーキに頼らない方法として、エンジンブレーキが古くから使われてきました。列車の動くエネルギーをエンジンに伝え、エンジンを車輪側から無理やり回すことで得られる抵抗をブレーキとして使うのです。ピストンがシリンダ内で動くときの摩擦も使いますが、比率は比較的小さく、一番大きいのは空気を圧縮するときの抵抗。エンジンに吸い込まれた空気はピストンで圧縮されて熱くなり、放出されるときは元の温度に戻ろうとしますが、吸排気系の抵抗があるため全体としては熱くなります。つまり列車の運動エネルギーが熱に変換されて減ることで、速度は落ちていきます。抵抗制御電気車以外では、この熱処理に専用の抵抗器を積まなければなりませんが、内燃車両では駆動時の冷却システムが流用できるため、新たな設備の増設は不要です。往復動式、つまりレシプロ式蒸気エンジンは、エンジンブレーキを使おうと思えば、逆転機の操作で、ある意味自在にできますが、ディーゼルなどではそうもいきません。DMH17 エンジン搭載の機動車の普及に伴い、勾配線や高速列車に投入されるようになると、エンジンブレーキの活用が課題となってきました。直結に入れたまま、ノッチオフにすると、
エンジンがアイドル運転時の燃料供給状態で車輪とつながった状態となり、アイドル時の回転力よりも車輪からエンジンを回そうとする力の方が大きいためブレーキとして働きます。しかし40トン前後の車体に400馬力程度のエンジンを積んでいたのではその効果は大きくありません。しかもブレーキ力は最高速度で一番強く、速度が遅くなるほど直線的に落ちてきます。最高速度付近で 20kg パートン前後、1秒に 1km 毎時の減速も得られません。下り勾配抑速ブレーキとして見た場合、 25mm の下り勾配での均衡速度は 100km になってしまい、曲線の多い山岳路線では摩擦ブレーキへの依存が大きくなります。2エンジン車でこれですから、1エンジン車が混在する編成ではさらに弱いものとなります。そこでエンジンに供給する燃料を止めて、純粋に車輪からの力だけでエンジンを回すように改造することとなりました。従来の車両の制御回路ではエンジンを止めると直結状態を維持できないため、これを回避する回路を追加。これによってブレーキ力は増加、最高速度付近で 25kg パートンちょっとのブレーキ力。しかし、この値は1秒に 1km の減速も得られないという弱いもの。下り勾配抑速ブレーキとして見た場合、25mm の下り勾配での均衡速度は 85km となり、やはり山岳路線では摩擦ブレーキの併用が避けられません。効果はいまいちという面はありましたが、エンジンやクラッチにそれほど負担を増やさず、セイリンシマモを減らせるという利点がありました。しかも改造に必要な費用は10万円以下、わずかな経費で在来車に追加装備可能なため、かなり採用されたようです。より強いブレーキ力を得るには、排気口に蓋をすれば良いのですが、エンジンへの負担増加と改造がやや面倒になることから、この時は見送られました。しかし、国鉄四国総局では、多数の機動車列車を勾配線で運用していることから、排気ブレーキへの期待が高く、多度津工場で実際に試作され有効性が確かめられたものの、本格採用には至りませんでした。一方、新系列機動車ではエンジンブレーキの活用が当初から考えられていました。方式は DMH17 と同じで、排気ブレーキは採用されませんでしたが、高速域まで使える1段3要素コンバーターを活用し、直結段だけでなく、変速段でもエンジンブレーキを使えるようにしたのです。181系では、マスコンの操作によりエンジンブレーキへの切り替えが可能で、ノッチオフの位置でマスコンハンドルを左側にシフトすることで、エンジンブレーキノッチとなります。そのままマスコンハンドルを1ノッチに進めることで、アイドル状態での燃料供給は継続、2ノッチで燃料供給停止、3ノッチで液体変速器に注油され、コンバーターブレーキとなります。この図は各ノッチで吸収できるエネルギーを、速度と馬力の関係として示したものです。DMH17 同様、直結を使う1ノッチ、2ノッチでは効果はあまり期待できませんが、3ノッチのコンバーター使用ではかなり効果があります。直結段があると液体変速器のポンプ側と出力側を一体としてエンジン、車輪につなぐことができ、これら2つのタービンからエネルギーを吸収できます。しかもこれらのタービンの抵抗となる変速器内部の固定案内翼は静止状態で、液体変速器としては一番効率の悪い状態、つまり全てを熱に変えてしまうという、運動エネルギーを奪い取るという意味では一番有効な状態で使用できるのです。その熱を放出するための装置は、もともと備えている、駆動用の放熱器が流用できるため、車両重量にも影響しません。長所の多い液体変速器ブレーキ、当時のディーゼル機関車にも採用されていたかというとそうではありません。機関車のブレーキを液体変速器で賄おうとすると、短期牽引の列車であれば1両で編成全体のブレーキを担わなければなりません。400トンの貨物列車で 25mm を下る場合、50km の速度を維持するには1910馬力吸収しなければなりません。
600トンで55キロなら2260馬力、1000トンで65キロなら1350馬力と、機関車の出力を超えたブレーキ力を要求される場合が多いのです。しかも液体式ディーゼル機関車で困るのは直結機構がないこと。衝撃が少なく耐久性のある大容量の直結機構は実用化できず、液体変速機の油の出し入れで代用しているのが未だに続いています。そのため、動力吸収には出力タービンのみしか使えず、直結式気動車のような迎答はできないのです。この不利を解消するために設計されたのが、DE50 用の液体変速機、DW7。ブレーキ専用の流体継ぎ手を追加することで、強力なダイナミックブレーキを得たのです。流体継ぎ手は構造が単純で軽量。内部の油の出し入れでオンオフはもちろん、ブレーキ力の調整もできます。油の冷却は液体変速機のものがそのまま使え、しかも小型軽量なため、重量をあまり心配することなく、要求される性能に応じた能力のものを取り付けることができます。流体継ぎ手によるブレーキは大型トラックなどで古くから使われていた技術であり、新技術採用の不安も少ない長所がありました。DW7 では動輪収出力に匹敵する1440馬力の吸収能力を持つ流体継ぎ手を搭載。7ノッチのブレーキ制御段があり、列車牽引時の加速力と勾配均衡速度に大まかに一致するブレーキ力と抑速性能を得たのです。ブレーキ時、普通エンジンはアイドル状態。しかし、これでは冷却ファンの回転数が低く、流体継ぎ手から冷却水系統へ送り込まれる大量の熱を放出できません。そこで、DE50 でダイナミックブレーキをかけるときはエンジンを高回転運転しなければなりませんでした。また、ラジエータの冷却能力を超えないよう、ブレーキノッチとは無関係に、車両の速度に応じて自動的にブレーキ力の制限ができるようになっていました。こうしてダイナミックブレーキを本格活用する段階まで進んだ国鉄の内燃車両、昭和40年代後半にはピークを迎え、その後は大きな発展がありませんでした。流体継ぎ手を使用した抑速ブレーキは、エンジンブレーキが効かない二軸式ガスタービン車両への活用が検討されたこともありましたが、ガスタービン車両自体が消滅。機関車ではその後の新型車両開発自体が途絶えてしまいます。長期間の停滞の後、国鉄組織自体に民営化という根本的な体質改善が強行され、新たな時代を迎えることとなります。機動車では本格的な排気ブレーキを搭載、賑やかながら強力なブレーキを披露。機関車では液体式と決別、EF200 の登場で電気ブレーキが採用され、再びダイナミックブレーキが活用されることとなったのです。